宮武骸骨、宮武骸骨、宮武骸骨、慶応3年1月18日、1867年2月22日、昭和30年、1955年7月28日は、日本のジャーナリスト、新聞記者、編集者、著作家、新聞紙研究家、江戸明治期の世相風俗研究家、明治、大正期には、ジャーナリストとして、 政治家や官僚、行政機関、マスメディアを含めた権力の腐敗を言論により追求した。日本における言論の自由の確実を施行し、それを言論によって訴えた。また、活字によるアスキーアートを先駆的に取り入れた文章など、様々な思考を凝らしたパロディや言葉遊びを執筆したことでも有名。関東大震災以降は、風俗史研究に、 活動の重点を移し、東京帝国大学、東京大学に、明治新聞雑誌文庫を創設した。さぬき国阿の郡小野村、現在の香川県綾歌郡綾川町小野に、小野具武家の四、男として生まれた。陽名若美四郎。一生農家で果てるのを嫌って、高松栄義塾で漢学を学び、明治十四年、1881年、14歳の、 時に状況指針文学者においても、感覚を学ぶ。東京で多くの出版物に触れて、記者や著述家ほど愉快な職業はないと感じ、長野新聞のな島隆北、近似評論の林正明、肥後熊本藩士、東京新紙の服部誠一らに憧れ、18歳から執筆活動を始める。17歳の時に、戸籍上の本名を骸骨に改める。 陽明の亀、四郎の亀が、骸骨内肉の動物であることにちなんだものである。正式の本名であるにもかかわらず、号のようにしか受け止められないことが多く、役所や図書館の窓口などで、号ではなく、本名を、お願いしますなどとたびたび言われるのが尺だと言って、是本名なりと掘った印鑑を用いたことも少なく、なかった。なお、晩年に、骸骨の読みを、とぼねに改めている。 当初は、比較的恩恵だったが、反骨精神に富み自ら新聞、雑誌を刊行して、政治や権力批判を行ったためたびたび発禁、差し止め処分を受けた。明治22年、1889年、トンチ協会雑誌で大日本帝国憲法発布をパロディ化して不敬罪に問われ、禁錮3年の実刑判決を受けた。未決交流日数の景気参入も認められず、 東国は三年八ヶ月に及んだ。それからは官僚を宿敵とみなし、活発な権力批判を行うようになった。その後も検挙東国は三回に及んだ。また雑誌は数多く創刊したが、比較的短命なものが多く、一号のみの廃刊誌は、実に十七を数える。警察署長の不正や悪徳商法の主、野口茂平を長期間紙面で晒し上げる一方で、 日露戦争に対する社説を翻した万朝法を批判するなど、批判精神を忘れて、権力、世論に迎合するジャーナリズム対する批判も行い、反権力を貫く一ジャーナリスト、当時の役語では、倉庫者として徹底した行動を取り続けた。もっとも日露戦争自体については、主戦論ではないが反戦論でもなく、戦争協力を紙面で解いたこともある。例えば、 ニコライ教は、ロシア正教会のニコライカサートキンによる伝来であったから、愚民を枠はすのみならず、常に値国奴を要請していると非難し、ニコライの逮捕、退会しない信徒の国外追放、ニコライ堂の破壊などの弾圧を行うよう主張した。これは、当時の世論にある程度影響されたものと言えた。特に、自らの力を悪用して、 私翼を働くマスメディアには、ゆすり記者と呼び激しい批判を行った、国慶新聞では、ゆすりに特注の極太ゴシック体を使用して強調した。もっともその主張の中には、味の素の原料は、青大将など、後に結局ではと分かったものもあった。一癖随筆。骸骨の厳しさは、読者や親族にも及んだ。例えば、国慶新聞明治40年。 1907年11月20日号で吉田東吾の大日本知名辞書の誤りを指摘し、半元の不残暴ともども分断の山氏と批判し、読者にこの記事は出版社を譲ろうとしているのではないかと批判投稿した者がいた。12月20日号で採用した上でこの読者に対する反論を行い、さらに間抜けな批判をした読者を貼り付けにし、 差し絵をつけ文字通り晒し物にしたことがある。この読者からは、不残暴の天人、各範囲と思われるから、国慶新聞の記事について、善悪とも交渉すべからずと言われたため疑念を抱いたのだいう返信が来たため、骸骨は不残暴に抗議した上で、大日本知名辞書批判をしばらく続けた。また、著書、つむじ曲がりで、世の先祖は、微中の得たであるそうなと書いたところ、 未だエタの子孫ということは耳にしたること無の騒動。中略宮武家一門三百人の大迷惑と抗議た親類があった。骸骨は、世の親族中にも、今なお誇る、旧平思想の脱し,しないものがあるくらいだから、世はあくまでもエタの子孫なりと叫ばねばならぬ、スコブル大正6年、1917年大令号、と反論した。ブラック差別が解消されていれば、 エタの子孫と自称しても全く意味はないはずだから、抗議した親類の態度こそ差別であると主張したのである。一方、東中県雲江門を否定的な意味でエタ芸人と呼ぶなどの差別発言を行っていたことも指摘されている。骸骨の出版した観光物の中でも最も有名な国慶新聞は明治三十四年1901年に大阪で創刊された。 名目上の発行人は、三好米吉。これは、骸骨に一万一のことがあっても発行を続けられるように別人を立てたためである。骸骨は、小野村夫、出身地にちなむのペンネームで執筆。無署名なども含めると、記事の大半を自ら書いた。飛行は編集者によるものを含めほとんどがペンネームで、骸骨以外の編集者、飛行者で実名がはっきりしているのは、 三好、溝口駒造、板橋菊松、森近雲平、松崎天民、結城礼一郎、寺門崎平の七人である。また、印刷は、福田祐吉地が担当した。モットーは、イブに屈せず、復帰に因せず、ゆすりもやらず貼ったりもせず、天下独特の感触を経、縦糸とし色気を抜き、横糸とす。過激にして、愛嬌あり。 時事批評だけでなく下世話な世相の話題まで扱い、現代の週刊誌に相当する内容であった。骸骨の記事は巧みに仕込まれた毒とパロディ精神に、富、さらに挿絵も腕の良い職人、実名がはっきりしているのは、牧地亭、黒棒こと、前の和弘、竹久も次郎の手になるもので、一般大衆に人気を博した。活字、文字や役物を並べてに見せたり、単位ない小説に見せかけて、 縦組のページを横に読むと性的なネタが隠れて、いたりと教科種ウェブサイトで一般化した技法、アスキーアートや読みなどの原型も見られる。検閲などのため観光が遅れることが多く途中からは、例の延べ館と自ら表紙に載せ、たまに予定通り発行されると、例の延べ館にあらずとネタにしたほどだった。最盛期の部数は8万部。この時代の雑誌としては、トップクラスの売れ行きだった。 そのためる維持氏も、いろは新聞、東京国慶新聞、あず国慶新聞、国慶会、東京国慶、江戸津湖、ポン、国慶雑誌、名古屋国慶、富山国慶新聞など、多数登場し、骸骨は猿雑誌とる維持氏を表しつつ、国慶新聞の影響力を自慢した。重複になるが、例えば野口に対しては野口が、引き材で告訴したためもあるが、 迷子を野口がさらし首にされた絵を載せ攻撃し続けるなど同じ対象を長期間にわたって追跡する記事が多かったのも特である。もっとも他市にまま見られた金銭などのゆすり目的ではないことは野口も承知していた。明治41年1908年10月当局は国慶新聞に対して発行禁止命令を出した。 骸骨は発行禁止に先んじて173号をもって自殺号として廃刊。しかし翌月には大阪国慶新聞を創刊して事実上の後継紙とした31号までで骸骨は編集を離れたが大正3年1914年まで存続。同志では批判対象の伊藤博文、井上薫、山形有友の指揮を当てる検証という 不謹慎企画を立てた明治42年1909年10月15日号、通二24号。骸骨は検証商法を批判していたが、内務省が10月15日付で規制に乗り出したため、わざと検証を始めたのである。その直後に伊藤が安重根に暗殺されると11月1日号、通二25号は、風俗関連の記事案例秩序を見出し、 風俗を害するとして、発禁となった。11月15日号、通二26号では、伊藤追悼一色のマスコミを批判し、非常の死は幸福と題して、津田三蔵や小山六之助、理工省襲撃犯を例に、今日、アンニヤスを擁護した。これも、発禁処分となった。また12月15日号、通二28号では、我輩と社会主義と題し、 社会主義者ではないが、社会主義を取り入れた国家社会主義によって今日の性を除去し得られると主張したがこれは発禁にはならなかった。骸骨と編集発行人の金子又次郎は25号、26号について自首した。その結果、大阪区裁、村野義夫裁判長は25号、26号の記事を無罪としたが代わりに検察が問題にしなかった我が輩と 社会主義を有罪としまた次郎は、新聞司法違反で、罰金80円、骸骨は、禁錮2ヶ月の実刑判決を受けた。大正4年、1915年、第12回衆議院議員総選挙に立候補し、政界覚醒、選挙違反告発候補者を名乗り選挙違反を、片っ端から告発。落選運動の走り的存在と言えた。 結果は259票と法定得票には辛くも到達したが落選。当時、制限選挙のため有権者数が少ないせいもあったが、一部の高額納税者にしか選挙権がないという当時、選挙制度を正面から批判した。大正5年、1916年、月刊誌、スコブルを創刊し軌道に乗せた。大正6年、1917年、 第13回衆議院議員総選挙でも再び選挙違反告発を目的として立候補。スコブルに選挙違反告発の目的を達成できなくとも事故の売名は達成できると開き直ったり、投票日前に落選報告演説会の告知を出したりした。この時代の総選挙は厳密には立候補制ではなくどこの選挙区で運動することも可能だったが、東京市、 大阪市それぞれの選挙区でいずれも3票と惨敗した。ちなみに、落選報告演説会は落選を予定通り、開催され、骸骨のほか、骸骨を下回る2票で惨敗した職行の厚田、正治、1295票で、法定得票には到達したが及ばなかった、公爵市の伊藤智友も、弁士とし出席し盛況であった。入り口に、入場料金3選、貧民無料、 新聞記者は、貧民同様無料と掲げたところ、新聞記者たちは初めはそのまま入場しかけたが、貧民同様の文言にプライドを刺激されたのを当てて、入場料を支払ったという。また、社会主義には当初は、到底世人の賛同を得られまい、今の政府者がこんな社会主義者を怖がるのはなぜであるか、我々は、その理由がわからない、国慶新聞通関125号とさめた。 味方をていた。その後は、極端なる、社会主義の実行には、不賛成だが、政府を普通尋常の手段で攻撃してもその功はない。これは、社会主義で脅かして改心せしめるより外に、とはない、国慶心、通貫139号と、間接的に評価するようになった。さらに思想的には距離を置きつつも、森地下の大阪平民新聞刊行を援助し、 平民新聞の提灯持ちを自称したため、特別高等警察に社会主義派の特別用視察人としてマークされた。森地下が指示した高徳収水にも好意的で面識はないが、高徳の死刑廃止論を評価し、第二次大戦後になって、明治社会主義文献総書、流銀社の収水文集の編纂に協力している。その後、吉野作造の民本主義に傾倒し、 大正8年、1919年3月には、雑誌、民本主義を創刊した。しかし創刊からわずか4日後に即発禁処分となり、廃刊させられている。大正13年、1924年に、吉野が明治文化研究会を立ち上げた際にも、骸骨は、同人として、名を連ねている。昭和2年、1927年。 白報道の創業者で骸骨の友人、関広志直の寄付により、東京帝国大学法学部に、明治新聞雑誌文庫、通称、明治文庫が創立された。骸骨は、事務主任、東京帝国大学嘱託となり、吉野作造と共に、その充実に貢献した。骸骨は、全国の休暇を回るなどして、新聞、雑誌の収集を行った。これらの資料は、 文化史的に価値のあるもので、広く研究のための利用に供されている、明治新聞雑誌文庫は、後に、東京大学大学院、法学政治学研究科付属近代日本、法制資料センターの一部門に改装。終戦後も GHQ による検閲や、発禁処分をたびたび受け、何が言論の自由かと言論の規制を敷いている点では、 戦前の日本政府と GHQ は対して差がないことを批判した。昭和24年1949年に東京大学、昭和22年1947年東京帝国大学より解消、昭和24年新生東京大学にお退職。昭和30年1955年7月30日に文京区駒込追い分け町の自宅で死去。 戒名は、羊飼い骸骨ひがめ小児。晩年は、養子がガンジーに似ていると言われた。骸骨自身は結婚しているが、若くして妻子に先立たれている。骸骨が二十七歳の時に、小型八節、小型や与との間に、数尾天民を儲けたが、わずか一歳で天民は溶接。妻、八節とも四十八歳の時に死別している。明治三十九年。 1906年に養女にした三千代は、大正13年、1924年に、突入先で、流山のために死去。その死を知らせてきた伝報を、骸骨は生涯手元に置いていた。晩年の骸骨と生活を共にし、骸骨の伝記や、復刻本を多数刊行、近代史関係の著作もある、吉野高夫は追い、 いとこの彦にフリーライターで宮武骸骨を研究するグループ具骸骨不安クラブ会長の雑魚口さなえ、雑魚口さなえ、昭和24年1949年タイがいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。